はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、サガ3ですね、続きからやっていきます。ゴート山に乗り込むところなんですけれども、その前にちょっとね、宝箱いろいろ回収したりしたので、まあ、そちらの方から、確認していただいて、まあ、ってな感じですね。まあ、いろいろ政宗とかもね、手に入ったので、まあ、装備させて、山に乗り込みましょう。キラ、敵出んのかよ。これさ、そのマップが切り替わるときにも敵出るからね。で、パターンはいつもと一緒。もう。あれ？フレア。で、アシュラ。オランジュ。やっぱ使えるよね。普通に使える。コーリ。にはもうこれで殲滅していけると思うんで、さてまず山登りから始まるのか、普通に行けばいいかな。マグマはいいや、回避していこう。ちゃんと回避する。先制攻撃、倒していこう。経験値のためにどうせホーリーとアシュラで終わるからね。経験値187ってなんかさ少ない感じがするよね。最終ダンジョンまで来て経験値200切ってるとか、なんか普通のゲーム感覚からすると少なくねって思う。金はもらえる。金と経験値の差がすげえんだけど、190と8430だからね。獣人ナガ食べよう。ルキフェル、名前はかっこいいな。いやこれかよ。強いよね普通に。魔力系だけど攻撃90とか。獣人強くない？今さらだけど。なんもね、これは上か下か。いやこっちから行こう。あれ、いやなんもね、結局上だし細い道を通っていくか。こいつかルキフェル。いややべ、そうそう回復させるか。ルキフェルになったから素早さが上がってる。ちょっとモンスターにはさすがにな。モンスターか獣人かって言ったらなんか獣人の方がいい気がするんだよね。どっちだ、左から行こう。意外に複雑。宝箱はなさそうだね。え、なにこれ、なんかある？なんもない。で、氷になってる。ちょっと待って、もしやこれ。回復だけ？え？ここで行き止まりみたいだな。ちょっと待って。なんだこの音は。ここは危険だ。安全なところまで避難するぞ。安全なとこってどこ？さっきんとこかい。げへ。なんでステスロスが勝手に動くんだ。いやこれは2号機だからできるのさ。さっきは言えなかったが、2号機にはフェンリルに殺されたジュピター、つまり君の父親になる男の知能がコピーされている。と父さんの、父さんとかわかんの？多分あんまり物心ついてないんじゃん。みんな滅びの歴史を変えるために命を懸けているんだ。行こう。結構冷たいよねこのイベント全部。あ、いける。これ、あ、橋か、なんだ、柵かと思った。上に橋がついてるって感じで。早い。ケアルカとかめんどくせえ。あ、でも倒せる。てかアシュラ一発で倒せるってこと。
テスロスでさ、こうやって爆撃できるんだったらさ、そのままステスロスで乗り込めばいいじゃん。わざわざ登らないでさ。ゲミスった。まあいいや。消えよ、マーサムネ。ちょ、本当に敵がすごい。この動画の半分以上はさ、戦闘シーンで終わってるんじゃん。まあ、適当だけど、あそこ行ってけ。回復だけか。左の方から登っていこうじゃん。で、上から迂回して、け、ダメだ、全然違う。道がわからん。あれ、これ違う。もうそもそも騙されてる。ここでもないってことか。さらに奥、ここっぽいね。よしよしよし。なんか回復ポイント多くね。そんなに魔法数回で倒せんのに。でエスパーはね、やっぱり魔法攻撃力が高いから変えたくないんだよね。ボラージュって多分エスパーだよね、見た感じ。だからホーリーも結構強いんだよ。グッ、遅刻してきた。触手8って全体攻撃なんだ。回復させよ。これは俺はもうめちゃくちゃマジックパーあるから、ヒーラーも一回かけとこう。これで完璧。では乗り込みますか。白これ、普通に階段がある。お、トランスレディ、レディなんだ一応。いって先制攻撃なのにミスるな。しかしミスったやつは正宗で切る、叩き切る。あはは、間違えた、危ねえ。モンスターになるとこだった。ん、これは、ちょっと待って。はいはい。でこっちから、はいはいはい。その場で向きを変えらんないからね。てか行けねえし。え、行けなくね。てかあの階段も行けなくね。あ、間違えた。アヌビス強っ。視力変えちゃってもいいかもね。落っこってしまった。あ、なんか落とし穴が落ちろみたいなこと言ってなかったっけ。なんもね。左から上がってくか。あ、なんかある。おや、床にスイッチがあるぞ。押しますか。はい。だってこんなとこにスイッチがあるの、どういう城だよ。最終ダンジョン。あ、これ変わった、もしかして。あ、動いてる、変わってるね。あ、いけるいけるいける。リボン、あ、リボン装備しよう。ピアスを変えるか。魔力が上がった。そりゃそうだっけ。で、ここもいける。あ、いけるいける。不気味な笑いって何。リボンがあるだけで耐性がだいぶ強くなるからね、気にしなくていいのは助かる。ジャンプすることに出てくる。いや、マジで強いんだけど、エクスカリバー。多分聖剣の中だったらエクスカリバーが一番強かった気がする。おお、アヌビスになった。アヌビスは、あ、魔力高えわ。お、リボンいいね。ここリボンだらけだ。シリュウに染めさせよう。あ、防寒マントあるんだ。まあ、いるかって言われたら微妙だけど、あるから染めさせとこう。あ、ミルフィーに染めさせとくか、防寒マントだから一応ね。もうピアスとかも関係ねえしな。リボンと防寒マントで、ジャンプしてって、ここの宝箱も、え、ここの宝箱取れねえじゃん。もう一回床のスイッチ押さなきゃいけない。行くか。言って帰った。先制攻撃
戦闘は全部ワンパターン。宝箱やっぱり回収したよね。最終ダンジョンだからリボンみたいにいいのがあるかもしれないし。先制攻撃いいね。聖剣が通る敵と通らない敵がいるな。ボスは全員聖剣が通るんだよね。なんかの体勢なんだ。あれ、ここもあれだな、扉だった。これ押してで置いて、右から出てく感じか。右の方に階段があるのか。いいか、落ちよう。あそこに宝箱ある。あれ、どうやって飛んだ。先制攻撃もう1レベルくらい上がったら、なんかもう逃げようかな。獣人とかってそれはレベル関係あんの。一番嫌持ってる。てかまた同じだし。リンペーザー呪文封じゃ意味ないかな。リボン装備してるから意味ないっしょそう信じてる。エンマグルマさよなら。早い。右から行こう。一回下に降りてっていうか下行って、ちょっとこっちを覗いて何にもないで、階段登ってこう来て、こう来て、で、宝箱。光の石。石かー。上、なんかある。先制攻撃。早い。これ別になんか体力が減るとかないからね。おっ、パズ。で、ちょっともう一回スイッチゾーンに行くか。絶対逃げられんだけど。早い。逃げてるとさ、戦闘が短いからさ、どんだけエンカウント率が高いのかっていうのがさ、目に見えるよね。で、床スイッチを押して、てか逃げまくってるけどさ、ここでラグナ倒せんのかな、このレベルで。で、あそこに行けるようにはなりましたと。あ、間違えた。落っこちたよ。やってしまった。まためんどくさい。めんどくさいけど、ルートは覚えている。大したルートじゃないから。で、2倍モードはさ、操作ミスが起こる。こういう時に。なんかどっちだ。なんもねえな。先制攻撃。宝箱。エリクサー。エリクサーより今コテージが欲しい。あ、でもエリクサーはあれか、戦闘中に使えるのか。マジックパワーが切れた時に。オッケー。クソ、深読みしすぎて、あっちから行こうと思ったら逆にこっちが罠だった。なんか、おお、ちょっとブラックドラゴン倒そう。なんとなく。ガスマスク292って今さらさ、ゲッマジ罠だ。金とか意味あんの。アヌビスは通るな。あ、なんか属性ついてんだな、聖剣。え、ここ意味ねえ。そう、せっかく上行けるようになったけどさ、レベルいくつなんだ今。レベル35とか36とかそんくらいだからね。ちょい、一歩ずつ敵が出るの。うわ、マジックパワーが足りなくなってしまった。ホーリーは、ホーリーも無理だ。メザは26しかねえのか。しょうがない。ちょっと乱発しすぎたな。ホーリーとフレアでなんとかしてもらうしかない。いや、なんか石になったみたいだったぞ。フォルナレフが遅いんだよな。
で、ここはケチらずコテージ。あんまり立ってしまった、武器しちゃった。アーシュラ、まあ、コテージがまだ残ってるからね、戦闘はやってっていいと思う。ヒュリクスは手に入れた。で、落ちるんだよ、ここで、ここで、なんとなく飛び越えて、めんどくせえからいいや、いけない、こっちも意味ないな。左、階段、ゲッ、ミスった。まだミスるか。でもレベルアップ、1レベル上がってどれだけ強くなるかだよね。これ外に出るじゃん超罠なんだけど。ん、ここもあるな。ここなんもない、なんか怪しい部屋だけど。リングレーザーそこそこ食らうね。やっぱり素早さが結構重要だな。一回食らったからヒーラーかけて、で、ここはもう突っ切る。どちら？だからここ。いや、コラージュいいわ。仲間が強いっていうのはいいよね。そのゲストキャラクターみたいな。サガ2のゲストキャラクター大して強くなかったので、まあ、強いやつは強い。覆面とかはね強かったけど、リンちゃんとかマジクソ弱かったから。あ、これでリボン揃ったな。ホルナレフ、サングラスを装備させておくか。サングラスとリボン超怪しい。エクスカリバー、アーシュラ、エビマグル、おお、なんかいる。ちょっと待って、回復してセーブしよう。お前がラグナシンか。ラグナ、愚かな貴様らはラグナ様を何度も見ているではないか。ラグナ様は海そのもの、この城の一部に過ぎん。そうなの？そろそろ屋上様でラグナが、ちょっと早い、会話が早い。二人の神が一つになる。ティール、え、どうしよう。最初はちょっと回復して様子を見よう。ヒーラー2回打って、コラージュどうすっかな。ホーリーでどれだけ当たるか見よう。うわお、400とか強え。1100、ホーリーが600、まあまあ、まさむり974。これがやっぱ安全かな。フレア2発食らったら死ぬもんね。闇のウイルス、オラジュだけなんか。これリボンなかったらきつかったな。リボン、リボンじゃねえっていうか、え、麻痺ってんのか。まあいいや、100とか。3回攻撃、2回食らったら基本死ぬな。ヒーラー、ヒーラーは必須だね、これ。もう2人でなんとかするしかない。ヘイストかけてる暇がないな。ヘイストかけてさ、なんか攻撃力2倍とかそこまでなんないからね。なんないよね。ちょっと1回見てみよう。死竜で、ヘイストで、こいつ。1100ちょっとでしょ。1200はいかないんだよな。攻撃力が上がってので、どれだけになるか。あ、いける。 OK、 また目が見えなかった、混乱しちゃった。1200か、まあ上がってる上がってる。え、メザとか使ってきたんだけど、
こっちに使ってこないよな。使ってきそう。直すか。混乱はちょっと厄介だから、エスナー覚えてるからね。正気に返ったと。今更だよ。で、ヒーラー、ヒーラー、攻撃、氷。触ると。触るとなんて、やけどだ。触ると石化？高いよね。晴天が通る分多分ヒットポイント高めに設定されてんだろうな。マグマも使ってくるのか。破壊光線。ボランチのヒットポイントむちゃくちゃ高いからね。エスパーのくせに。そろそろ死んでほしいんだけど、まだか。まあやっぱり真ん中の2人が攻撃に参加してないっていうところがちょっと時間かかる要因で、ね、眠ったとか全ての状態異常を引き起こしてんだな。本当はこういう時にね攻撃を仕掛けたいんだけど、いつ闇のウイルスを使ってくるかわかんない。もうフレア2回使ったら壊滅するもん。だからヒーラー、ヒーラーは必須なんだよな。寝てると。いやでもボルナレフは攻撃に参加させても大丈夫か。マグマ。こんなことをやると壊滅するんだよな。クリティカルヒットよし、やった。武器フェルに変化した。クックック、面白いことを教えてやろう。ソウルとはラグナ様の心が分離した神だ。合体によってより強大な神として復活するのよ。今さら言っても手遅れだ。いかん。ソウル神でなければ水亀を止めることはできない。急ごう。急ぐ前に回復する。で登って、あそこでずっと突っ立ってたのかな。誰が来るかも分かんないのに。あ、こいつは攻撃だ。でもボランジャーでもホーリーしかやることがない。ヒーラー覚えてるわけじゃないからね。ヒールは覚えてるんだけど。呪いマスターのパーツ。獣人は一人で獣人。先制攻撃か。レベル上がったばっかだからな。逃げよう。もういいっしょ。上がんなよ。先制攻撃。で、ぽいとこ来たね。ここになるとブラックドラゴンが出てくるな。ちょっとね、あんまり進みすぎるとね、勝手にイベントが進むから、たぶんね、ここ。ここに行くと、この次左に行くと勝手に進み出すから。でコテージ使ってセーブをしておいて、で左、ほら勝手に進んだ。今勝手に進んで、あなたがソウル間に合ったか。ラグナの意識は私が食い止めている。今のうちに倒すのだ。それじゃあなたは躊躇している余裕はない。ラグナの力は強大だ。急がねば制御できなくなる。わかりました。行くぞ。ほんと容赦ないよな。容赦ないんだけど、このうちにヘイストをかけておきたい。で武器で、この辺りは武器で攻撃して、攻撃をしないと多分いけないから、ヘイスト、ヘイストで、マジックパワーを使うのはもったいないんで、プロテスト意味ある？意味なさそうだから、これでいこう。でヘイストは重ね掛けができるはずなんで、グングリル装備してんだ。最後がちょっと待って、自分にやろう。まで上がるこれ。まあ、やれるだけやっとこう。ちょっとあとひたすらこれなんで。もっとダメージを与えろ。痛そう。
もっともっとだーグヘイ。いかん、意識が。ソウル目余計な真似しよって。待たせたな。創造神として生まれ変わったラグナ様の力。よし、攻撃しよう。で、回復はマジでやる。またパターン一緒なんだけど、ヒーラーヒーラー攻撃。で、ヘイストはもうかけ終わってるから大丈夫。で、こいつもヒールかけとこう。予備として、メビウスバリア。ちょっと待って、何1500、強い。マサムネ、1300、悪くない。こいつヒールになってるし。一旦目攻撃しとくべきだったな。エクスカリバー、ヒーラーが早い。いやー、ボラジルヒールも早い。でも、コロナリフは遅いはず。いや、早いよ。何が来る？おぉ、やべえ、これ。先手取れないと死ぬ。エクスカリバー、ちょっと待って。ステスロスとどうでもいい。おぉ、目ざくらったー。死者が3人出た。これ終わったっしょ。どうでもいいよ。メビウス砲とか。いや、これ、大して立て直せないよ。まず、ケアルガルだって自分を回復させるでしょ。死ぬ死んだ、やっつえラグナとかクリティカルヒットとか。だってアレイズがないからね、生き返らせて死んで、あとステスロースに攻撃を任せるしかない。で、ミロクで生き返らせて死んだ。ここに戻るんか。マジか、ラグナつえ。ちょっとこれレベル上げとかしないと無理。うわーきついな。まあそんな感じで、とりあえず今回ここで終了して、次はラグナ倒して、最後にしましょう。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。